過激な表現、偏った意見が含まれます。ご注意ください。呉人嫌われ者ランキング、参考好き嫌い .com。 10位から4位。10位、野原しんのすけ。声がキモい、下品で汚い、ただのクソガキに見える。新しい声優のせいで好きになれない。声がキモすぎる。見てるとイライラする。声キモい。声と喋りが大大大嫌い。こいつらどんだけ声の文句言っとんじゃー。確かに昔の声の方が数百倍良かったのは間違いないけども。9位、坊ちゃん。花亀よ。いいキャラだけど、だいぶポンコツ。汚い。坊ちゃんは、鼻水が汚いという意見はあるものの、キャラが好きという意見が大半です。呉人の中でも有能で、批判が少ないキャラですね。8位、佐藤正夫。裏切り者。すぐ泣くクソ野郎。臆病、裏切る、調子に乗るの三拍子。すぐ泣いてイライラする。自分が優位に立つと調子に乗るから嫌い。正夫くんは嫌われる要素が多いですよね。お調子者の泣き虫ってところだけでも、近くにいるとイライラしますね。7位、風間トール。昔はゴミだったけど今はまだマシ。上から目線でマザコン。スネ夫と静香ちゃんの悪いとこ取り。キザオタクのインテリクソガキ。金があるならシンガポール行けよ。風間くんは、金持ちのくせになんで双葉幼稚園に通ってるのでしょうか。そして、このシンガポールって何のことですかね。わかる人いたら、ぜひコメントで教えてください。6位、大原奈々子。大雑把でデリカシーに欠ける、浮気癖がある。こういう女が一番浮気すんだよな。しんちゃんのキャラの中では個性がない。漫画版は好きだけどアニメ版は大嫌い。幼稚園児にキスってやばくない？ヒロシやしんのすけがメロメロになる奈々子お姉さんですが、少なからず批判はありますね。特に浮気を誘うような行動に注目する視聴者もいるようです。5位、野原ひろし。うざい、不細工、こすいから大嫌い。妻の尻に敷かれているバカ夫。2歳のしもべ。映画で優しくなるとかジャイアンのパクリアン。手増しさんの方が12倍増し。理想の父親と高く評価される広志ですが、他にもヘラコイヘラコイから嫌いという、香川の方言のずるいという表現で非難されている方も多くいました。4位、素乙女愛。しんのすけにストーカー行為する犯罪者。うざい、クソ生意気、変態、クズ。ねねよりさらに性格悪い、意地悪な悪役。こいつはお嬢様ではない。単なる成金。野原一家にも、幼稚園の先生にも嫌われているクズ。愛ちゃんは、金持ちわがままストーカーと嫌われる要素は多いですね。もう少し優しさがあれば、ここまで非難されなかったかもしれません。ここまでの嫌われ者ランキングは上記の通りです。幼稚園のメンバーが多く入っていますが、上位の嫌われメンバーも幼稚園関係者なのでしょうか？今回ランキングに入っていないメンバーでも、嫌われているキャラクターはいると思います。ぜひあなたの嫌いなキャラクターをコメントで教えてください。では続きをどうぞ。3位、野原みさえ。まさえ、むさえは可愛いけどみさえはゴミ。自分勝手ばっかりでずうずうしい。みさえはしんのすけの頭をげんこつするのがひどすぎ。専業主婦で余ったれて生きていくお気楽な女。ただのケツでかデブデブげんこつおばさん。お前はいずれヒロシに見捨てられる。言動が荒っぽいこともあり、みさえは3位にランクインしました。確かに、自分じゃ稼いでないくせに、ヒロシの給料の文句を言うのはどうなんでしょうか。2位、野原ひまわり。泣くことしかできないクソガキ。クレヨンしんちゃんの中で一番嫌い。あの泣き方が問題。泣き方がキモい。相変わらず、素人虐待。公害キャラ。喋ることができないので、仕方ありませんが、泣き方に対する批判が集まっています。今後話せるようになれば順位も変動しそうですね。1位、桜田ねね。ねねは最下位になるのは当たり前。ねねはマジで性格が悪い。ねねもクソだけど母親も性格が悪くて嫌い。ジャイアンとスネ夫の悪いとこ取り。無理やりリアルをままごとしやがって、クズがお前の性格は極端に悪いんだよ。1位は、圧倒的な性格の悪さでねねちゃんでした。性格が悪すぎるねねちゃん。個人的には好きですけどね。1位から4位まで女性キャラクターが埋めることになりました。呉人では、男性より、女性キャラクターの方が、性格が悪い傾向にあるのでしょうか。ぜひ皆さんの意見をコメントで教えてください。以上、呉人嫌われ者ランキングトップ10でした。